PEGI18。 はい、こんにちは、ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーズの攻略解説動画続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、ワールドウォーズ週間チャレンジハード4月11日の週をソロで攻略ということでね、今週もソロ攻略やっていきたいなと思うんですけれども、先週か先々週ぐらいから週間チャレンジとかね、デイリーチャレンジの方もなんだけど、あのマップを変更することができなくなったんですね。やっぱりバグだったということみたいなんですけども、まあ、デイリーチャレンジの方はね変えられてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあそれはいいとして、今週のルールなんですけれども、プライマリーとセカンダリーがよく落ちているけれども補給箱がないということですね。でプライマリーとセカンダリーの弾数が半分ということで、あとはゾンビが銃撃でよろめきにくいという感じみたいですね。でステージはエルサレム2面ということになっております。なので最初のホードをね超えられるかどうかというところだとは思うんですけれども、まあ、おすすめの編成で一番いいのは安定でクリアできるだろうなというのはヘルレイザーなんですね。このエルサレム2面っていうステージとヘルレイザーの相性が良すぎるということなんだけれども、まあ、確実に行くならヘルレイザーが一番かなってことで、ただガチャ、設置武器ガチャとかいろんな武器のガチャとかが良ければどのジョブでもクリアは一応可能なんですね、このエルサレム2面っていうのはね。でミューテーターがついてるって言っても、今回のはそんなに特殊なミューテーターではないので、ただ弾数がね減ってる少なめというミューテーターですよね。で今日私はねスタンドローンで行ってみたいなと思います。でスタンドローンのスキル構成はスタンガン装備して、強化ペイロードが有効なので強化ペイロードを持ってってください。で仲間につけられるようにして、まあ、スクリーマ特攻はまあどうでもいいんだけれども、スクリーマ特攻にして消える時にヘルスブーストがかかるにして、で特殊ゾンビキルで装備回復 で近接武器はスタンドローンの場合はヘビーあのウェポン、ヘビー近接武器がね非常に有効になるので、まあ、新しい剣とかもしくはそのファイアーアクスとか、もしくはミドルのねトマホークとか好きなのね持ってったらいいと思います。それじゃあねソロ攻略やっていきたいなと思います。まあここはねいつもやってるところなのでダダダッと行きたいところなんだけれども、最初にねここにブリーチングチャージがなければ、まあやり直しちゃってもいいかなって感じです。でドローンマスターのドローンはいきなりつけちゃうんじゃなくて、その最初のホードでねボットにつけたいので取っておいてください。これで OK だね。でまあやり直しちゃってもいいし、やり直しちゃうとねそのいろいろパブリックに戻っちゃうとかそういうことがあるから、戻るよりはまあ進むだけ進んで、ダメだったらダメで最初のホード超えらなきゃやり直しみたいな、ゲームオーバーになってやり直しちゃうっていう方がね早いかもしれません。でバックはあるけどドローンはね自分につけないで、ボットに最初つけたいので取っておくという感じだね。で剣ですよ、剣ツバイヘンダーっていう剣だと思うんだけど、形がね多分ツバイヘンダーって形だと思うんだけれども、なんか微妙なんだよね。この手前になんかピョポって横に出てる感じですよね。でここはブリーチングチャージ開けながらピストルで敵奥のやつをやっつけたりして、でまあどういう形でいいもういいから、左奥に電気柵、これ電気柵が一番重要ですね。電気柵、迫撃砲、マシンガン、あとはその一番左奥にガチャにはなるんだけれども、その後ろにヘビーウェポンとかバッグがあればねかなり有利という感じです。で最初この博士のあたりでちょっと迎撃して、博士を中にね普通に入れるようにしちゃって、で一番左奥にまず来ちゃってください。でここでね迎撃しておくのが安心です。特殊ゾンビがねいなくなるまでここでとりあえず頑張った方がいいんじゃないかなという感じです。でブリーチングチャージはホード終わってから新ソロプレイの場合はね開けると思ってくる。あとはペイロードはちょっともったいないからね取っておきましょう。でリーナがちょっと食らっちゃったけど、まあまあ、 あのペイロードはねもったいないのでかなりね重要な武器になりますので、で弾の補充にはどうせいけないから、ここでね一番奥にこもってればいいという感じです。でなるべくボットにね迎撃してもらいつつ、自分はピストルでって、あれ欲しいな。あれ欲しいな。武器がねまだ30秒ぐらいあればこっちまで来れるので、とりあえずねスポーティングカービン取りに行きましょう。かなり有効なので、あタレットガンが余ってるなら電気柵も何にもない、迫撃砲しかないから電気柵の代わりにねタレットガンをここに置いてボットをね守ってあげるようにしましょう。でラスト10秒ぐらいで一番奥まで行ってないとボットの配置が変わってしまうので、一番奥まで急いで必ず行くようにしてください。そうすると今 E さんがね一番奥に来てくれたので、ここで守れるようになるとかなり有効です。
でバッグがどっかにきっとあると思うので、この一番中央のね2人にドローンをつけてあげるとかなり有効です。特殊ゾンビとかがねすごいやっつけやすくなるので、でペイロードは一応取っておきながら少しね使ったりもして山を崩して、でブルが来たらペイロードで撃てたらペイロードで一気にやっつけるという感じですね。でドローンつけたボットのそばにいればね、ドローンと同じ効果が得られるので、自分につけたのと同じような効果が得られるのでね、ドローンのそば、あのドローンつけた仲間のそばにいるというのもかなり有効です。ただビリ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 でやっぱずっとすることになるので、すぐねドローンなくなっちゃうので、アボマはやばい、やーやっちゃったやっちゃったって感じだね。であの博士のねシャッターとかはここからねヘビーとか撃てば届くので、普通に撃ってもね全然シャッターは守れるので、ここから迎撃するようにしてみてください。あーでも武器がない武器がない、弾がやっぱないね。となると頼れるのはやはり近接武器ツバイヘンダーということでね、剣でバッサバッサやっていくと、まあ、ファイアークスとかでもねヘビーの近接でも同じようなことはできるので、何がいいって敵をよろめかせてくれるんですよねヘビーだと。で隙が多いんだけれども、ドローンマスターのドローンがついてるか、もしくは仲間が近くにいると、そのビリビリでね少し時間を稼いでくれるので、ヘビーウェポンのね弱点が少なくなるという感じです。で弾がなくなってきたらね、こう仲間の方に行ったりしながら、まあ、バックとかヘビーウェポンとか拾えたりするので、プライマリーとか持ちたりするのでね、持ち帰ったりしながら仲間と一緒にここで守るというのもありです。でこの時に電気柵があるとねものすごい有効なんだけれども、まあ、ドローンマスターのねあのドローンスタンドローンは電気柵と同じような効果があるといえばあるので、ここでやばい、これはもう1匹来てる、危ねえなティーナナイス、危なかった、私が捕まるよりはティーナが捕まってくれた方がありがたかったね。これでねなんとか持ち越したということですね。あだだだだだ来るんじゃない、来るんじゃない、弾がない、弾がない、やっぱり厳しい弾がない。こういう時にタレットガンとかねあるといいんだけれども、ただタレットガンはね一番最後のそのパーツ集めのところでも設置できるので、持ってけたらねぜひ持ってってください。で終わったら急いでこのブリーチングチャージとか開けたり、そのメディキットで回復したりとかして補給をね済ませるという感じです。でまあ電気柵か、電気柵あの途中でね貼っておけば後ろから追っかけられないので、まあ別に無理しなくてもいいですけれどもね、タレットガンの方が重要です。電気柵よりはタレットガンだね、もちろん。これで、あ、でチェーンソーね、チェーンソーがあると最後ね有効なので持っていくといいです。途中のね次のホードでも結構有効なので、あとはなんとか近接でごまかしながら行きましょう。これで武器持ち帰っていこうね、もうないから。でバンテージも、新しいキットのねバンテージも持っていきます。よっしゃ、これでじゃああとは次だね。こっから先は弾切れがねかなり起こるので、ボットをうまく使いながらね行くのが有効です。まあいつものようにね、こっからピストルでパチパチって撃ってあげれば、起きたやつをねボットが撃ってくれるんだけど、なぜかいきなりプライマリーウェポンをガンガンに撃っているやばい報道が起こるな。ちょっと早きすぎたかな。本当はねピストルピシ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 撃ってくれるんだけど、今日はいきなりプライマリー撃ってるから、あの報道が起こるねスクリーマーが湧いたらスクリーマーは瞬殺しましょう。あれ来ないね。じゃあこれをこの辺のね起こしてボットに撃たせて、だいたいやっつけたら進んでいくという感じだけど、でもボットがねプライマリー、あのサイレンサーなしの撃ってる時点で絶対報道が起こるので、あ来たねやっぱり、あ無理して進むと危ないという感じです。あしまった、危ない、近づかれすぎた、どりゃあやられるか、危ない危ない危ないやられた、何のまだまだ。これはチェーンソー、あスクリーマーが湧いている、スクリーマーを、あーやってくれた、ナイス。これでね、まあなんとかなるでしょう。特殊がね、来るから、それが終わったら進んでいくという感じです。大丈夫そうだね。バンテージ使っちゃおうね。バンテージはボットは拾えないんだね。ワールドボケットのボット、もうちょっと賢くてもいい気はするんだけどね。アイテム運んでくれたりとかね、してくれるといいんだけど。シェイコ、こっちに、あ、案内か、メディキット。これブリーチングチャージはねソロの時は無理して開けない方がいいと思います。確実にホードが起こるのでね、まあホードが起こっても今回は特に、まあでも弾数がちょっと足りなくなっちゃったりするからね、気をつけた方がいいかもしれません。
あ、で、こっから先は自分にね、ドローンをつけてっていいです。この先は今度は自分を守った方が有効になります。だからちょっと最初の報道とはね、変わってくるんだけど。あ、で、またね、パラパラ報道が起こったので、この辺で戦っていきましょう。で、近接中心でね、これツバイヘンダー中心で戦ってから。でもドローンがついてる状態だったらね、ヘビーウェポンでもほぼほぼダメージを受けないので、で、ブーンブーンとチェーンソーもね、使っていきましょう。わちゃ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 ー、ていっ、おっと、ブルが来た。これはチェーンソーでやっていこう。あーあー、待ちなさい。いい感じだ。これでドローンまた仲間にもつけられるし、自分にもつけられるという感じだね。おっと、危ない。ここには何もない。じゃあ上に行ってスイッチを入れて出ていきましょう。で、大抵この辺の外にね、ネズミがいることが多いと思うんだけど、中にいる時もあるかな。まあ適当にヘビーウェポンとか普通に連射して倒せばいいかなとは思います。ホードが起こってない時だったらプライマリーで連射し、あー、いたね。で、今武器がチェーンソーしかないから撃ってね、倒しちゃいましょう。で、こう撃つと突っ込んでくるから、あとはブルと思った感じで、ブルみたいな感じで避ければ避けることできるので、で、ボットがね、3人でババババって撃ってれば、大抵の場合自分も撃ってればね、今みたいな感じですぐやっつけられるのでね、捕まることなく倒せるという感じです。よかったら参考にしてみてください。うりゃうりゃ、段差があったりするとね、ちょっと引っかかったりしてくれるから、その段差のところでね、ネズミ撃てばかなり楽になりますけどね。こうやって広いところでやるのもね、まあ、ブル、固まったブルだと思えば、ちょっと形が変わったブルだと思えばね、同じように扱えるので。で、行きましょう。武器、弾が、うん、ピストルの方がいいかな。まだピストルの方がいいね。よし、行きましょう。これで、ないな、ないな、なんかないかな。弾がそろそろ。あ、あった、新武器。あ、これ今日はじゃあ使っていこうか。新型のね、最強兵器、ACW だよね。これいいよね。特殊ゾンビをキルするとマガジンがね、満タンに回復するっていうやつなんですよね。だからブルを15発以内に倒しちゃえば、また15発補充されるので、弾が減らないでブルとかね、倒せちゃうということなんですよね。あ、チェーンソーが落ちてたら取っかえとこう。よし、行こう。チェーンソーは次のホードでも有効だし、最後のホードでもね、有効という感じです。あ、フレアガンだ。あ、これじゃあもらってこう。やった。フレアガンいいね。フレアガンあればもう最後のホードはほぼ勝ち確ですね、これ。うん、どのジョブでもフレアガンがあれば結構いいとこ行くんじゃないかな。まず負けないんじゃないかなと思うけど。じゃあ最初はね、ここにチェーンソーを置いて、グレポンと、あと何があるかな。あ、ロケランあるね。グレポンとロケランを打って、やってってみようか。まああとはね、新型のこの ACW があるから、ACW で打ちまくってればなんとかなるでしょう。じゃあ落ちてきたのをやっつけたら進んでここ開けて、ここは飛び道具のね、グレポンとかロケットランチャーがあれば、まずそのクリパーにだけ気をつけて、この先にちょっと進んじゃって、もう出てくるところをリスキルしていくという感じで OK です。ババババババってもう打っちゃっていいので、で そのままトラックの後ろのところでダダダダダって、そのACW でもプライマリーでもバーって撃ってればいいし、ロケットランチャー取りに行って、あー、こいつらが来た、 OK、 あー、マガジンが回復したね、いいねいいね。これはだだだ、倒せないしまったしまったしまった、あ、やばい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 、まだいたか、やばいやばい、ちょっと悪い例、あー、近接に頼るというのはかなり悪い例ですねまずい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 、あ、やら、あー、結構いっぱいいるな、まずいまずいまずい、ちょっとね、今のはダメだ、レダね本当はロケラン取りに行かないで、あのままトラックのところで ACW なら ACW、 プライマリーならプライマリーずっと打ってれば、で、それでもね、パラパラ敵が近づいてきちゃうんだけど、その時はドローンマスター、ドローンでね、迎撃してくれたりするので、あ、でもね、これで回復できるから、やった、ヒットポイント回復剣強いな、剣最悪だな、これ。仲間をね、あ、今ちょっとツバイヘンダーをね、うん、皆さんに見、そのどんな感じかっていうのを見せたかったから、ちょっと瀕死状態になっておいて、仲間をゾンビにして、で、それをやっつけるとヒットポイントが全開するよというね、この強力な新兵器ツバイヘンダーをね、紹介したということですね。うん、本当はここでね、ここで ACW 打ってればよかったんだけれども、みたいなね、感じね。で、その時もやっぱりボットの誰かに、
ドローン、スタンドローンをつけておけば、後ろからブルとか来ても大抵やっつけてくれちゃうので、前をね、前を潰しておけば、とにかくドローンじゃない、ボットたちは後ろにね集中できるようになるから、まあ特殊が今回のルールだったら、ブルとか2体とかインフェクターとか来たぐらいじゃ大丈夫という感じですね。さあやっていきましょう。でここにタレットがまず置いちゃって、で私のおすすめはまず左の奥ですね。ここにまだねパラパラいるときは、その無理して降りないで、さっきのコンテナの通路の前で迎撃しちゃって、で下にね落ち着いてからこう来るっていうのが本当はいいんだけど、まあボットはねすぐ生まれるから待ってる必要はなくて、すぐやってしまって、で集められるようになったらすぐ集めるという感じですね。さあ行きましょう。でこれドローンもね仲間につけてあげられるから、誰かにつけてあげて、おっと来た。この辺はちょっと ACW だと 近距離の FF が怖いので、自腹で自腹、あーディーナが死んじゃった。またでもねツバイヘンダーでやれば、ディーナをやればね、ヒットポイント回復になるから動くヒットポイントみたいになってるから、よし行こう。でこっからはね博士のところでチェーンソーを振っていれば、まあ基本コードはなんとかなるって感じだね。ただ特殊だけね、チェーンソーは特殊だけ振ってるだけじゃダメなので、これでねうまく避けながらやっつけるって感じなんだけど、まあドローンがねいればそれもね解消されるという感じだよね。でまずこの2つを集めてしまって、で迎撃に向かうけど、左のガソリンスタンドのあのなんだっけ、高速道路の料金所の方、あっちには行かない方がいいんじゃないかな。ソロの場合はね、行くメリットはほぼほぼないですね。あそこはボットが部屋の中に入っちゃうと迎撃力がすごい下がるので、なるべくねボットは開けた位置で固まってた方が、もしくは細い通路で固まってた方が強いので、まあ、そんな感じですね。建物の中入るのはかなり危険と思った方がいいのって、あーボマーがない、するいいね。で次はねこのガソリンスタンドのお店の中がねいいんじゃないかなっていうかね、ここもかなりね本当はおすすめしないですね。ここ取り行くぐらいならすぐ外のトラックの荷台にあるやつを取り行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。まあこの辺でもあと臨機応変だね、ほんと敵の状況によるかなみたいな感じだから、追っかけ回されてたらねお店のさっきの袋工事に入っちゃうとかなり危険なので、このトラックの方をぐるぐる外を回りながらねやっつけるというのが、集めるっていうのがいいとは思うんだけど、4個しか集めなくていいからね早く済むんじゃないかなという感じです。まあよかったらね参考にしてみてください。それじゃあね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またね週刊チャレンジ続けていきたいと思いますのでね、マップ変更ができなくなっちゃったからね、本当はねマップ変更できるならこのミューテーターならこのマップおすすめですよとかねやってこうかなと思ってたんだけど、それなくなっちゃったからね、まあ引き続き同じその週刊チャレンジのマップで、まあこのクラスとかこのビルドでやってみましたよっていうね紹介動画って感じでね攻略法を上げていきたいなと思うんでね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きワールドウォーズイライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。